ジョブガール。私たちの生活に欠かせない自動車や家電などに使用されています。勤務体制は普通勤務、シフト勤務、交代勤務と3種類あり、工場が24時間体制で稼働しているので、人によって時間帯や休みがバラバラになっています。皆さんは、島根県の出身の方と聞いたのですが、ずっとなんかその島根県で就職することを決めた理由とかはありますか？地元が好きだし、地元に貢献したいっていう思いがあったのと、高校の友達だったりとかが残ったりしてたので、地元に就職することを決めました。一番最終工程で、その後私たちが検査した後に梱包作業が行われます。数字が書いてあったり、アルファベットが書いてあったりと、例えばなんか消えていないかとか、数字が消えていない。働いている方のお話を聞いて、なんか地元が好きとか地元に貢献したいっていう思いを聞けたのが、すごくためになりました。将来の視野が広がったというか、こういう場所で働いておられる女性方の姿をこの目で見ることができて、すごく良かったなと思います。その体力的にも結構しんどそうだなって思ったんですけど、
睡眠チェックとか健康のための取り組みがすごい行われているっていうのを知って、女性でも働きやすい場を作ることにつながっているんだなと感じました。